はいどうも、おはようございます。おはようございます。あれ、なんかお姉さん付きで今日は、はい、今日はあの僕の助手を連れてきました。あ、はい、助手の紹介します。は、はい、パヤミです。パヤミちゃん、はい、パヤミちゃんはなんだろう、なんか AV の企画に出てきそうな感じのマスクでね。うん、いいんですか。全部顔が乾いてる。そうですね。うん、どのなんかトンボみたいなサングラスはいいんですか。あ、必要。あ、これ持ってくる。あ、じゃあちょっとトンボだけどね。じゃあ今日はパヤミちゃんを助手に迎えて、はい、ちょっとある企画を。はい。はい。ブルーの持ち込み企画。うん、今日は、はい、はいはいはい。素人が、はいはいはい、グリップを変えてみようという。ほう、はい、グリップを、グリップチェンジを、まあ、要はゴルフショップとかに行ってもできるけど、自分でもできるんじゃないかと。要は、うん、そのグリップを変えるだけに、うん、コーチを払うのがめんどくさい。ああ、なるほど。もったいない。ああ、はいはいはい、ゴルファーもね、多分いっぱいいると思って、はいはいはい、そうですよね。ということで、自分で変えちゃおうと、はい、なるほど、はい、企画です。自分でグリップを変えてみよう企画ということで、はい、まず用意するもの。用意するもの、はい、これバン。グリップを変えるクラブ。うん、まあそうね、これは必須ね。これ必須よね。うん、何を変えるんだって話だからね。うん、ちなみにこれ僕の52度ね。52度、はい、ウェッジね。ウェッジ、はい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 。で、はい、これ100均に売ってるタオル。うん、マイクロファイバー。マイクロファイバー、はい、これでも全然十分。十分、はい、はい、グリップ交換溶液、これ、うん、意外となんか、うん、灯油とか使ってもいけるのよ。へえ。あとホワイトガソリンとか。ほうほうほう。だけど、まあ普通にアマゾンで売ってるグリップ交換用液。グリップ交換用液だね。うん。うん、シューって出るやつ。それおいくらぐらいなの？わかんないね。はい。オッケー。はい、わかんないね。はい、こう。次行こう。はい。テープ。でこれとこれテープね。うん。これとこれとこれ。これグリップカッター。グリップカッター。グリップカッター。これなんか鍵型になってるんだ。これ鍵型。ああ、はい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 。で、これグリップを変える際の注意点として、うん、基本的に今使ってるグリップと同じ重さで交換した方がいいの。で、このグリップの重さを変えちゃうと、うん、おのずとやっぱクラブのバランスが変わってきちゃうから、うん、バランスが変わるとやっぱりこうスイングっていうか、やっぱこうなんかこう打つ感覚も変わってきちゃうから、うん、そこは注意してください。はあ、ちなみに僕のはかなり、うん、グリップの重さが違います。変わんじゃんかい。変わんじゃん、なんなんだよこれ。何だって、これまず何が何についてか分かんないの。いやでもゴルフプライドじゃん。多分ね、これね、うん、重さ一緒ぐらいだと思うんだよね、うん、ぐらいね、うん、ぐらいね。今俺が作った NCA のやつは、うん、多分何十グラム変わっちゃうんだろう。そんな変わるんだ。2、30グラム変わっちゃうんだよ。そんな変わるんだ。だから、まあ、がっつり変わります。へー、はい、で、じゃあもうこれ、自己案件じゃないこれ。いやいや、どうなの、事故になるかどうか、これは4人対決って分かるから。あー、次使うときは4人対決。あー、そうなんだね。はい、じゃあ、はい、で、ちょっとやっていこう。やっていきましょうか。そのままやっていこう。そう、まず、うん、この古いグリップを、うん、これあんま変える必要ないんだけどな、これなんで。じゃあ持ってきちゃう。え、なんなのこの企画。え、なんなのこれ、これいいですか。とりあえず変えちゃおう。変えちゃうのね。で、これ、カッターを使って、まずグリップを切っていくの、こうやって。わかる。あー、はははは。で、これこうやって切って、で、これ、ね、気をつけておかないのが、グってこう自分のお腹刺さないようにね。切腹ね。切腹禁止ね。ここも危ないから。オッケー、そうだね。ハッて入っちゃうからね。そうそうそう。ああ、そのためでね、はいはい。最後、鍵型になってるから、この辺で、うんうん、出てくるの、ちょこっと歯が。ああ、にゃって出てくるのね。で、そのグリップエンド来た時は注意ね。そしたらこれでを切ると。ほう。ね、これで切れてますね。うん、切れてるのね。切れてる。うん。そういう助手ね。それ俺でもできんじゃないですか。これを剥いでいくのか、うん、おーすげー。おー、初めて見たわ、グリップの中。あ、すごい、すごいね。はいはいはい。
はい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 、はい、でこれ古いテープがついてるの、うん、え、これなんかシール剥がし的なのなくて平気なの？平気、これね、うん、全然剥がせられる。剥がせられるんだ。これすごいちゃんとついてんね。剥がせられないんじゃない？じゃあどうなの？あ、ここあ、こうやって巻いてんだ。これ、まあ、グリップのテープにも巻き方があるのよ。はあ、そう、なんかプロ巻きっていうのが、うん、縦巻きだとか、うん、これなんか螺旋巻きみたいな、うん、巻き方で変わったりしないの？そういや、いい質問だよ、パーちゃん、うん、巻き方でも、うん、これで別に多分俺とか、うん、ね、君みたいなゴルファーにあんまり関係ない、うん、まあね、どう巻いたってそうそうそう、グリップはグリップだと。例えばじゃグリップテープがこう被っちゃったところとかある、うんうん、そうすると、そこが要は熱くなるわけよ、うん、そうすると、ものすごくグリップガーって被せた時に、うん、そこがやっぱりポコってなってたりもなきにしもあらず。ということで、そういう、ね、細かいことを気にするやつらは、うんうん、プロ巻きってやつの方がいいの。あ、いや、お店行けってこと？うん、お店行ってこと。テープ剥がしにくい時は、ね、うん、そういう時はドライヤーとかで、うん、温めてあげると取りやすくなる。うん、あ、もうあの車のステッカーと同じ感じね。そう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 、はい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 。今から裸になったり。裸になった。そしたら、この溶液をピシュッとここにつけて、これにこげるの。で、これでまず綺麗にするの。うん、はい、放送できるかなこれ。なんかいろんな、なんか違う意味合いになったね今ね。もうあ、強めがいいんだ。強め、ブルーは強めがいいんだ。で、こっから、うん、本当は丁寧な人はね、うん、まず、ここの合わせるじゃん、こうやって、うん、グリップエンドでしょ、うん、そうそうそう、うん、で、ここに、うん、ここはセロハンテープを巻くの。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なんで巻くと思う？そこまで、これが目安？そう、半分正解、うん、うん、半分正解だね、それは、うん、そう、まずここに合わせるの、うん、で、その時に貼って構えてまっすぐなところにマーキングするの、うん、そのセロハンテープの、ほん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 、あのマッキーかなんかで、はいはいはい、そうすると、グリップが合わせやすい。要はグリップの正面がこのゴルフライドになるから。あー、なるほど、向きを合わすわけね。そう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 、だけど僕はやりません。はい、やりません。はい、はい、雑です、はい、いきます。雑で進めます。で、うん、ここからマイクでこんぐらい、1センチないぐらい、うん、ごめんね、うん、で、貼っていきますと、うん、僕は、あ、縦巻き？僕はめんどくさいんで、うん、さっきからすごいね。めんどくさいが何回出てるでしょ、うん、で、また同じところに、うん、同じ長さというか、うん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 、あ、それじゃあその対面もやるってこと？そう、こういう形になる、うん、そう、うんうんうん、で、うん、あ、で、それで、うん、え、何、工程が飛んだのかと思った俺今。次どうだっけみたいなね。この巻き方は、うん、まあ、果たしてこう一般的かどうかもわからないね。俺ほら、俺親父がさ、うんうん、あ、ゴルフショップやってたじゃん。そうだね、そうそうそう、うん、その工程若干見てたんだよね。ああ、なるほどね。じゃあそのなんとなく、うん、あの若い頃に見た記憶で、まあ、ゴルフグリップを変えようとしてる、うん、と、あと YouTube、うん、YouTube やっぱね、あ、同じ属性でね、先生がいるわけだね。あ、ちょっとさ、その銀の部分見えちゃってるよ、そのん、いいの、いいよ、いいんだ、うん、本当はダメとか、大丈夫大丈夫、こういう巻き方もある、あるんだね、うん、なるほどね。あとなんか、うん、そうだね、文句があるんだったら、うん、コメントに。そんなんじゃダメだとかあるんだったら、なるほどね。あ、パイミちゃんの出演料は いくらですかとか、うん、あー、すごい、はい、あ、両面なってんだ。そうそうそう、あー、はい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 、うんうんうん、粘着する部分だね、グリップ側にね、今度は剥がしていく、うん、うん、で、うん、ここ、まあ、上をこうやってとりあえず締めるでしょ。これなんで上締めるかっていうと、うん、まあ、中にほら水とかそういうの入っちゃうと錆びていっちゃうから、中から、あ、ここは絶対覆わなきゃ。ほー、はい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 、ね、そう、じゃあ自分でやりなよ。次出てくるのが、うん、こいつ、うん、溶液、うん、こいつを、うん、なんか気になる人は、うん、なんか引いたりとか、うん、してもいいと思う。俺全然気にならないから。そうだね、そう、うん、まず中にジューって入れるでしょ、うん、それってさ、何なのそれ。
あ、滑らかにすんだ。そうそうそう。あー、この粘着してるこのテープにこうすんなりすっていくようにね。揮発性の高いなんか液体なので。はい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 。見えます。あ、そんなちょっとでいい。もうここからね、あのスピード勝負だから。うん、あ、そうなの。あんまりフラフラしちゃうんだよ。これは、うん、普通グリップタグ垂らす人もいいんだけど、うん、俺はもうかけちゃう、ね。なるほどね。あー、なるほどね。もうかけないからね。はいはいはい。おうほうほう。そう、かけちゃいますと。うん、で、ここから、乾く前に入れないといけないんだ。大丈夫、そのゴルフプライドのグリップのそのあの位置とか合ってんの？ちょっと、うん、ちょっと黙って。自家勝負だ。自家勝負なんだ。お、結構すんなり入るね。へえ。おお、入った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 。すごい。すごい鍵だ。だからそんなすんなり入ったんだ。で、うん、こうなるでしょ。うん。こうやって。構えた、あ、フェイスとね、フェイスと、うん、ここその構えた時に、うん、真上に来るように、これ超ぴったりじゃない？え、ちょっと割りかしさ一発じゃね、これ。ちょっと待って、おす、割りかしすごいよ。あれする時に、うん、クラブ根元持って、うん、押し込む。ああ、そこのそこまた間空いてブヨブヨってならないように。で、裏も、うん、で、これこの、まあ、グリップによるんだけど、これは裏もなんかこうやってあるから、うん、あ、本当に、これもちょっとある程度まっすぐにしてあげて、あとはこうやってまあ2221して、テープについて22、あ、そうそう、これで、うん、終了、終わり、終わり。え、で、これさ、このままこう切って、このフェイスに、お、綺麗だ。で、このさ、このなんかいいよね、縦ラインみたいなのがまっすぐのこういうほら床、そうだね、あのフローリングの床のあれとかを参考にね、あると分かりやすい。ほう、へえ、混沌だね。で、こう床とか見て、あんまり雑にやると、うん、わー、ちょっと汁が、お前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 ちょっとお前見せろ、お前お前テーブルの、もお前お前これだったら、多分24時間1日、うん、放置で OK、うん、OK じゃないかな。へえ、いや、意外と簡単だね。意外と簡単なのね。そう、ホワイトガソリンとか使うと、うん、2時間とかで、こう触れるみたいな。へぇ、こういうの使って、例えば24時間以内で振っちゃうと、うん、最悪これ、すっぽ抜ける可能性もある。へぇ、絶対こう振らないように。あ、24時間は絶対放置。グリップ効果でいくらぐらいですか、普通。いや、グリップ自体が1000円、1500円とか、多分そんなんじゃない。で、コーチンが1本に対して数百円とかじゃないかな。まあ、意外と良心的だ。うん、なんだけど、だからほら、なんつうの、あ、このグリップがいいなっつってまとめて買っておいて、そうそうそう、で、買いたいんだけど、ゴルフショップに行ける暇もなくて、まあ、ね、夜時間ができたから自分で買えちゃうみたいな。まあ、そう、こういうのが、買えるのが好きな人とか、うん、なんかクラブ、なんかこういじってんの好きな人はいいかもしれない、うんうん、そうだね。でも、あんまおすすめしないかな。なんでだよ、今何だったんだよ、俺、お前。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回の動画が楽しかった方は、うん、高評価、うん、チャンネル登録、うん、よろしく